この時間はリーベルプレート対ギラバンツ北九州、こちらをご覧いただきます。スタジアムは多くのサポーターによって盛り上がりを見せています。天候については現在こちら現地は晴れています。今日は好条件でのデーゲームとなります。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず前半見ていきましょう。リーベルプレート対ギラバンツ北九州、サイド紹介です。向かって左のエンドから攻めるのがリーベルプレート、画面右側が北九州。ボールがつながる。小野沢、アンジレリ、行きますよ、まだ行きますよ。このクリアボール拾いたい。立ち上がり様子を見ている感じですかね。あまりこう積極的に来た。シュート、シノグ。いやー、キーパーよく止めましたね。ナイスセーブですよね、これは。ギラバンツ北九州はここクリアで難を逃れます。リーベルミドル、もう空いた瞬間狙ってきますからね。もともとミドル得意ですからね。西村、大きく縦へ。裏へのスルーパス、もう今のコースに打たれたらキーパーはしょうがないでしょうね。コースを狙って振り抜いていった感じですよね。気持ちで打ち込んでいったシュートに見えましたね。これはさあ北九州1対0先制しています。まあこのまま波に乗るのか、ね、逆に返されるのか、リスタート後のワンプレーが意外と大事だったりとかしますからね。はい、裏を狙う。上げてくる、シュート、ギタリと合わせてきましたがゴールになりません。ただクロス入れるだけでもなくて、やはりボールを持つこともできますからね。引っ張っておくことによってサイド入ってきますからね。北九州入ってもおかしくない決定的なシーンがありました。ペレス、長いボール縦に入れます。西村、スペースを狙う、来たか、シュートもあります。丁寧に足元を使う、クロス、ボールはクリア。ロベルト・ロハス、
ここで前半の45分が終了しました。45分間戦って1対0、北九州先制してそのままリードで折り返しました。試合を進めるにあたってはやっぱり 1-0 でリードしているっていう心の余裕というものがありますよね。ただこれ余裕がね、もしかしたら悪い状況に傾く可能性もありますからね。リーベルプレート対ギラバンツ北九州、ギラバンツ北九州が前半終わって1対0リードで折り返します。さあ後半キックオフ、北九州としては後半攻めに行くのか守りに入るのか非常に楽しみでありますけども、どちらにせよこの立ち上がりは注意したいところですよね。ムサカ、高橋、さあつながるか、勝負のシーン、上げる、ちょっと浅いか、裏のスペースを狙う、このクリアボール次へつなげたい、ボールが上がる、縦へのボール、リーベルプレートが最終ラインまでボールを下げる。ここまでご覧になっていかがですか北澤さん。北九州としては少し攻撃に厚みがないですよね。もう少しイマジネーションのある攻撃が見たいでしょうね。西村、チャレンジはしません、後ろに流す、リーベルプレート、これは奪い返します。ボールを下げてリズムを作るか、裏を狙っていきます。今の形すごく良かったですよね。これを繰り返せばいいと思いますね。とにかく前へ前へですよね。裏へ届くか、さあ来たか、これはタシュート、決まった、決まった、リーベルプレート、ここに来て同点、素晴らしいワンツーからのゴールでしたね、リーベルプレート。そうですね、どうやって崩すかという状況でワンツーという選択肢、この2人の関係でね、見事な突破見せてくれましたよね。リーベルプレートは選手を変えるようです。今日のゲーム見応えがさらに出てきました。ここまで来るともう技術的な差なんてありませんよね、はい、チーム全員がどれだけ勝ちたいと思っているか、その部分が非常に大きいですね。ゆるく狙ったボール、いいボールですね。ここで丁寧にボールを扱う、来た、クロスを上げる、うー、スルーパスを狙う、上がる、これは直接キーパーへ、いいとこまで行ったんですけどもね、あとワンプレーあるかな。パウロ・ディアス、ゴンサロ・モンティエル、
ここで笛です。1対1引き分けです。両チームよく戦いました。北澤さん、試合の総括をお願いします。北九州としては前半で先制してそのまま行くのかなと思ったんですけども、なかなか流れに乗り切れず結局追いつかれてしまったという展開になりましたね。はい、そうですね。さあ、そろそろお別れの時間です。解説は北澤剛さんにお願いいたしました。北澤さん、本日ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。1対1ドローとなりました。